はい、こんばんは、どんチャンネルです。2月の27日、もうね、月末近いんだけど、ちょっとバイクの事故の話ですね。熊本市西区でオートバイと車が衝突、男性が意識不明の重体。熊本市西区でオートバイと車が衝突し、オートバイを運転していた男性が意識不明の重体です。26日午前7時頃、まあ朝早い時間だよね。熊本市西区西松尾町の国道501号線で、熊本市方面から玉名市方面に向かっていたオートバイが転倒し、対向車線から来た普通乗用車と衝突しました。この事故でオートバイを運転していた熊本市中央区桑水の岡本昇さん、過去30が意識不明の重体です。普通乗用車を運転していた男性に怪我はありませんでした。現場は見通しの良い片側1車線の左カーブで、警察が事故の原因を調べています。一応ストリートビューで見てみたんだけど、片側1車線でね、ちょっとね、消えかけていたけど、あれはやっぱイエローラインかな。ただね、見通しはすごく良くてね、まあセブンイレブンの駐車場の前のところが多分事故現場と思うんだけど、ちょっと気になったのはね、あのセブンイレブンの駐車場にね、大型車用の駐車スペースが用意してあるんですよ。ということは、そんだけ大型車が頻繁に通る道っていうことですよね。だからまあストリートビューじゃよくわかんないんだけど、結構ね、路面が荒れてたんじゃないかなっていう推測。で、まあ、最近さ、バイクに乗っている人がさ、まあ、ハンドルにさ、なんか GoPro みたいなのを固定して走行シーンを撮っていて、まあ運悪くその人が事故ってさ、そのね、軽快にこう峠道を走っているのに、なんかなんでっていう転倒の仕方をしているような動画を見ることがあるんですよね。で、なんか、まあ、その時に限ってさ、なんかこうペースが速いんですよね。んで、本人が、っていう声を出してね、すぐもう、ガシャガシャってこう倒れているシーンに、パーンするんですね、映像が。多分、何らかの事情でさ、なんかフロントタイヤが、しっかりこう、路面をつかめなくなって、制御できなくて、バタンみたいなね。そういう風な、なんかこう転倒シーンを見るにつけね、こういう風な道路で、まあ、転倒して、まあ、そのまま対向車にぶつかるような事故になっちゃったってことは、スピードは結構出ていただろう、そして路面もあんまり良くなかったんじゃないか。で、その路面と、まあ、フロントタイヤが路面をうまくつかめなくなって、バイクが制御できなくなって転倒、滑って対向車とぶつかるみたいな動きになったんじゃないかなと思うんですよね。ただまあ転倒衝突しているところのリアルなこう映像がないからね、なんとも言えないんだけどまあいずれにしてもスピードは控えめにと。で、常にこう路面の状況をね、ウエットなのか砂利とか落ち葉がないのかみたいなところをね、濡れてないかなとか、マンホールないかなとかさ、そういうところまで注意しながら走らなきゃね、自分が痛い目に遭うのかなみたいなことを推測しました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。